おお、いや、キスイコードだ。おお、これか。これ作曲誰だ。足でっかいね。あ、でここでちょっと明るくなっていくのか。え、これ菅野陽子なの本当に。あ、ここ好き。うわ、めっちゃここいいじゃん。クソ好き、クソ好き。あ、1番目のサビと2回目のサビで別のコード使うやつだ。菅野陽子さん編曲なんだ。で、ね、作曲がメイヨーらしい。メイヨー、あ、あれか、あの人か。何やってもうまくいかない、デレン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 、何やっても。足でか、あれの人だよね。めっちゃいいな。え、めっちゃいい。いや、こういうコード進行俺すげえ好きなんだよな。クラクラ。確かにカンブリオープニングっぽさもあるのか。いや、でも、あ、確かにカンブリも菅野陽子選手だっけ、あ、先生だっけ。なんか俺選手と先生混同しちゃうんだよな。カンブリもあれ菅野陽子先生だよね。いや、でもね、なんかかなりそれっぽさ、カンブリのオープニングを聴きたくなってきたな。いや、これマジ幸せになるよな、この曲って聞いてたら。これブレス4だよね。やっぱ作画が極まってるような、京アニナだけがあって、作画があまりにも極まってる。マジでその手抜きが見えないんだよな。うわ、秋のウィズブレス4、あの創世のアケリオの人ですね。マジかわ、ここで終わるのがいいんだよな。雨降り
デレレレンデレンデレン。あら。俺なんでこれすげえ見てたんだよな。でててれててててれてれててれれ、未確認で進行形だね。これめっちゃ見てたけど内容全く覚えてないんだけど、なんでだろうな。全く、なんでだろう。俺これ毎日は見てた気がするんだけど、マジで内容全く覚えて、こんなやつらいたっけ。アズマンガ大王みたいだな、ここだけ見てと。ここら辺のコード進行がわけわからん。確かにこういうアニメ減ったかね。なんかみんなダラダラ、みんな忙しくなっちゃったのかな。なんかこういう露骨な日常系ってさ、まあでもメイドラゴンか、わかんない、俺最近のアニメあんま見てないんだよな。ナロー系が増えたんだ。ナロー系は昔からかなりあったけどね。確かに。でんでんでん、なんでこれゼウなの。ハンゼウ、これ好きな、この曲好きなんだ。へえ。あのサビで全員こうくるくるくるって回るシーン好きだよ。うまるちゃん、うまるちゃんって何年だ、そもそも。8年前。UMI、 UMI、 ユーマじゃないよ。もう8年前らしい。まあ2期とかもやってるからな。ここ好き。どうしてっていうかこの時期からもう、あ、モンハンだ。ここ好き。ちゃんとつむつむもちゃんと出してるんだな。大好き、死んだ。うーわお。あ、ここ。ここ、ここ、かっこいいよ。てんてんて、ここ謎コード。でるる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 、はい、おしまい。でるる。扉開けばねじれた昼の夜、昨日どうやって帰った、あなただけが確か。ね、バンプってなんでこんなさ時代に合わせた曲が作れるんだろうね。めちゃめちゃ長い活動してる人じゃん。知らない景色の中で、なんでこんな世の中の需要を満たす曲が毎回作れるんだろうな。プロセカの曲じゃんやめて、 TikTok の曲じゃんやめて。うわ、ここ好き。 B メロ、なんか
カルマ的な曲調だね。俺カルマめっちゃ好きだからさ、俺これ初めて聞いたわ。めっちゃいいやん。結界先生ちなみに見たことないです。うわここ好き、明るい。なんで明るくなるんだ最後に。へえ面白いんだ。おいー、このオープニング知らないな。こんな銀玉、俺あの運転どん転運転とかしか知らない。あ、スパイギア、スパイギアが歌ってんの。あの人背高いだけじゃなくて歌も歌えたんだ。あの人背が高くて足長くて FPS 上手くて歌も歌えたのか。高スペックだな。何刀流だよ。スパイエア、スパイエア知らない俺。聞いたことない。ごめん俺にわかなのかな。スパイエア、スパイギアしか知らない。いや多分聞けばわかるのかな、一致してないだけかもしれない。おっでんでんでん、神曲じゃん。しかもこれ無印の方でしょ。俺ロイヤルの方やったからさ。でんでんでん。でんでんでん。でれんでれん。いや、あはは。やっぱ歌うめえよな、これ歌ってる人みんな一緒だよね。これ無印の方だよね。ライブでもクソ上手いんだ。いやでもね、本当にペルスナロイヤルね。おお、モナかっけ。いや、ペルソナ、おぉ、ジスティーヌ、カロリーヌ、後に一つになる存在。いや、マジでペルソナいいよな。ははてた、これアニメのオープニングにもなってたよな。でんてん、でんてん、でんてん。いや俺アニメも全部見たよ。あのゴールドも、あのゴールドも無印もペルソナ全部見た。なんならゴールドの方が面白かった。全てあの能力値カンストした状態で、よろしく。ちゃんとモロキンにも反抗してたんだよな。ペロヘラは見た？見てない。ペロヘラはさすがに冒涜だからな。ユータ一旦これが懐かしいと思うから聞いてみてください。あ、This is 奈良ユタか。職業スーパーウルトラ何でもパーフェクトなメイドさん。なんだこれ。今日もご主人のために精一杯頑張ったぞ。ラブ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 、ミロさんが大好き。モンコレモンコレモンコレ。ハンフルな。モコさんのこと。左耳から流すな。モンコレモンコレ。よくできました。どう
掃除とメイドはてんてこまい。お掃除洗濯を直せどころお料理こでたらてうこちゃんいた今許してご主人ゲームをぼこりして怒ってる今うんこちゃんいたよなあぁぼじるねばしかもこれちゃんと音域合うように転調させてるわ価値いいのか悪いのかわからないけどそうだよゲストロンタ調子は残のみはおいでも聞こないここまで限界だったダメだいや耐えたんだけどなでもね、これなんかちゃっかりエッチじゃなかったこのアニメ。俺全然抜いた気が記憶があるんだよな。なんかエロかったよね、特に2期が。特に2期がエロかった気がする。ルーツ天使、ドクドクロちゃん。ここ根拠、ここ根拠。で僕の愛なの。僕殺剣士そうサバトちゃんがエロいんだよよくサバトちゃんなんて覚えてるなユロちゃんここ根拠ここここ根拠ですでて僕の愛なのデレンテンピピルピルピルピピルピテンそうここねなんだよな北から撲殺戦士テポドちゃんになっちゃうって言ってテポドクロちゃんになっちゃうじゃんそんなチャイムか本を加工をしなせたら響いたら私たちの本気が始まる分かんないよなこれいやどんなんだっけあーこうかI'm not afraid to die.
天才だよなこれマジで。ここでダーンだよ、ここでドーンで、にょれやめて。すごいよね。B メロ後半気持ちいいよね。ここでバーンだもんね、ドーンだもんな。高宮那須のなるみ、なるみアンズさんか。ちなみにあのこれの作曲されてるヤシキンさんっていうのは、あの大石さんも手掛けた3位は F の編曲してる人なんですよ。すごくない？なんかすごいよな。あ、3位は B か。そうだから大石さんに編曲をもう任せてもらえるぐらいの腕を持ってる人なんだよな。大石さんって基本的に全部一人でやっちゃうから、多分自分の思い通りになんなきゃ嫌だから、だから多分信頼してる編曲者なんて多分すげえ限られてくると思うのよ、うん、曲だよなこれ。ファッとして桃源郷はもっと好き。ちなみにレッテルテンテンテン、へいお待ち、ステルテン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 、てんてーい、てけてけてんてんてん、ゆうた定休見てたの死ぬほど見てたよ。だって1話2分くらいで終わるじゃんこれ。へいお待ち、三森すず子。しかもさ全部これなんか横浜の野球選手からつけてるんだよね、高宮に那須野に。なんかそれルーツが多分ね、野球の当時野球ファンだったからっていう説が。でででででででん。てれれれんて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 れてーん。ヒゲアット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 。あ、ちなみにこれエロゲーです。アットメイト、アット、ハハハハ。
これカラオケの定番のやつやばいだろ。回ってる。神曲だろこれ。すげえ、なんかミックスリストがすごいなこれ。ね、ぴょんぴょんと。ああ、心がぴょんぴょんするんじゃ。すんだすんだ。ああ。今見ると乗りきつすぎだろ。そんなもんだろ若さって。なんでこんなことしてたんだろう。そんなのないよ、さりえない。ラブリのどいたら私が私を見つめてました。なんで、あ、ちょっとなんかさ。おしまい。お願いますよ、めちゃモテたい。お願いますよ、めちゃ痩せたい。お願いまあまあまあ、これ俺はこれには散々稼がしてもらいましたな。はい、もうこの曲にはね、僕本当にもうオンプに脱歩ですわ。本当にもう行さん稼がしてもらいましたよ、ほんまに。モコセンのシャルルみたいな感じで。あ、これがヒャダインか。ヒャダインのやつだこれ。でんて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 ん。これ前山田健一さんの、前山田健一さんのやつ。うわ懐かしい。これもう2008年ぐらいだろこれ。これはあれだね、あの一人であれ男性ボーカルもこれボイスチェンジで全部やってんだよな。ヒャダルコね。
あ、溢るか。あ、溢るか。あ、こっちか。こっちか。インドのポッターのやつか。稲妻チャレンジャー。ドイニーのやつだね。あー、やばー、なんか懐かしいのしかないな。どんどん今夜は気をパンチパンチダイディングドロンコマニレが勇ましく光るぜ。貪欲チャレンジ精神ドクライめげずにファイティング。ここカモンだね。何回も聴くけどこれ。あ、ゲッタバンバンか。ポケモンの佐藤智久、少年 T だね。進め進め、ガン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 、加速する思いは転校生かで。なんかあれだよね、ソラルマフマフもなんかオープニング歌ってたよね。そう、ワンツースリーでルンルルルンってやつ、ワンツースリーでルンルルルンってやつ。あれひでかったんだ。神曲だな。これ神曲じゃないですか。お。なんかここさ、クマさんホームランダービーのイントロに聞こえて嫌なんだけど。
モード意外とむずいわこれ。やばい。おお、スイカさんにのスイカにつながるなこれ。スイカに異常につながりやすいな。プラス5かこれ。あどこまでも明日への勇気を、どこまでも勇敢とお前と。そっかごめん、俺一人ダメだな。あ、これかソラルマフマフのやつ。123これ秀和なの。この独特な作画だよね。あ、これがマフマフか。あ、埋まるのパターン来た。革新的メタモルフォーゼのやつじゃんこれ。松本梨香さんだ。初めましてはいつだって初めてさ、カメラウン梨香松本と山下大輝さんか。ね、でもいい曲だな。Let's go! めっちゃいい曲じゃん普通に。
何が不満なの、めちゃめちゃ。隣の街から景色はため息つくほど世界は目まぐるしく回り変わる、僕を置き去りにする。子供の頃には夢中でくぐり抜けたあの僕でもしばらくぶりだな。めっちゃギタードライもあるんだこれ。あははは。うわーめっちゃいい、最初のこれいいよね。あ、音足りねえ。いいよなーこれ。このイントロずるいよね。じゃん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 。とサトシが最高ので最後歩くんだよな。あの影で走ってるんだよな、こうやってピカチュウと一緒に。で最後ハニーマイドリームみたいなので歩く。曲だなこれ。この、いいよなマジで。わあ、この最初の音がいいんだろうな、マジで。この、なんていう音って言えばいいの？ハーモニカだよな。いやー、いい曲だよな。うん。ででんででんででん。
ででんででんでででで。だけど俺全然わかんない。俺もうタイガーファイヤーサイバーハイバーライバーダイバーヤーヤーみたいなやつでしょ。やばい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 走ってる。結構子供もいないかこれ。はい、せーの。すげえすげえ。オレボーイ。タイガー、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 タイガー。すごいな。なんか昔のニコニコのノリだろうな。はい、せーの。オレボーイ。カメラへの主張が強い。これは何が主導になってるの？真ん中にボスみたいなのがいるけど、真ん中のやつを破壊しないと無限に蘇るってパターンか。これ真ん中コアを破壊しないと周りのやつら何度でも蘇るんだろこれ。あ、真ん中に DJ がシゲがいるのか。シゲが操ってるんだね彼らを。回れ回れ。いや今日も回っていただきますよ。なるほどな。真ん中にシゲが牛耳った世界か。これがシゲの愛した世界。あなたの愛したシゲ。あ、これいっちゃう。進もう。これも好きなんだよな。大丈夫さ、前に進もう。めちゃめちゃ転調してるなこれ。一番新しいのは知らない。ここでだってフランキーとかが出てくるあたりでしょ。フランキーより前か。明日が来るから。やっぱ、ああ、アイスバーグさん、アイスバーグさん、クソ懐かしい。俺アイスバーグさんめっちゃ好きだったな。なんせかっこいいんだもん。行きたい。私も行きたい。連れて。なんかね、ここら辺飛び飛びで見てたんだよな。だからね、記憶が混同してる。カードキャプターさくら。
むずいな。好きだと言ってそうなんです。チュゲ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 と私のガンダで私のガンダで飛んで飛んで飛んで。ここちょっと北朝鮮みたいなんだよな。飛んだよ飛んだよ飛んだよ行け。あ、懐かしい。あれなんで曲はすげえ知ってんなこれ。あ、これがフランキーか。めっちゃ声いいな。すげえ CG。 すげえ CG だったな。あ、黒ひげ。分かんない、これ誰が歌ってるかマジで分からん。あ、ギアセカンドだ。ドーン。知らない、ここら辺。あ、ソゲキング。足かけて追いかけて追いかけて。東方神起のやつ聞かないか。あれってね、あ、ウォーターセブン編、あれ作曲ヒャダインだよね。シェアザワールドでしょ。これヒャダインが作ってたんだよ。空に届くまで I believe 一つの明日。めっちゃオシャレだよな。Everybody watch me roll back to music おしゃれ。すげえな、ブリーチ張りのおしゃれさが。ほらほら見て、ケンイチ丸山だ。すごくね、マジでしっかりちょっと隠してんだよな。ケンイチ丸山だ、マジでやべえよな。Let's go everybody, oh we shout music. Let's go baby baby, oh we shout one more. あたけえ。まさかの2番。東方神起ってまだ活動してんの？なんかモノコスト抜けたよね。なんか2人ぐらいになっちゃわなかったっけ。あ、2人でやってるんだ。あ、平気なんだ。あ、翔平から帰ってきたんだ。ラッサンみたいな感じが。マジで、そっか。感覚すぎる。そう、ジェジュンが、あ、そうだってあれだよね、確かリーダージェジュンみたいな人だったよね、あのイケメンジェジュン。あ、ジェジュンが独立して一番売れてるんだ。あのセンターのイケメンだよね。男たちはグランドラインを出し関係ない関係ない。かつ、な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 、
帝京平成大学を知ってるか合ってるか、総合大学帝京平成大学。東京千葉にある4つのキャンパスで健康医療スポーツ経営学など幅広い学問を学べるんだぞ。じゃあ公開するなんて帝京平成大学はここもすごいのよ。弟子たち使って教育国有数の合格者数、つまり4つのキャンパス、このスポーツ経営学など幅広い学問を学べるの帝京平成大学。だって俺はトナカイだ。だってだってあるし、帝京平成大学で幅広い学問を学べるけど、俺は人間の仲間でもないんだぞ、化け物だし。うっせぇ、行こう帝京魂、国交化すごい帝京平成スポーツ30周年、幅広い学問を学べるんだぞ、どんどん国交化すごい帝京平成大学、行きたい、私も一緒に連れてって、すごい帝京平成大学。お前らこのためにウイルスで知ってるんだよ、魂じゃんけんじゃんけん、ボンドンドン、帝京平成大学、みんな帝京魂、これ神だよな。スタンド何台持てる、ヤングスターになりまーす。なるほどね。お茶でも飲みたい、お茶でも飲みたい。心ジョジョルすごいの。シャットワーク解除する、すげえな、いい感じにこのコラボレーションしてるというか世界観に入り込んでるな。ジョジョマットにおいてはこの人一強なんだ。いや俺ジョジョね結構偏ってるんだよね、一部二部とか見た感じはあるんだけど、その知ってるシーンと知らないシーンの偏りがすごい。でも一部はね、あの最近アニメ化、最近でもないけどさ、ネットフリで見れるじゃん、それで今再履修してる。覚悟はいいか、俺はできてる。俺の心は永遠に分かるまい。おすすめ何部なの？いや俺そう、ちょっとジョジョどこから見たらいいかってのが、あ、4と5が、へぇ、この世には筋トレした筋肉だけが残る。時を再始動しろ。逆にさ、あ、そっか、でもアリーベデルチ、アリーデベルチで、アリーデベルチは知ってるんだよな。っていうかさ、あのジョジョがにわかなのに、あの、タイゾーモテキングサーガを死ぬほど俺読んでたから、あの、ジョジョの名言とかは大体頭に入ってくんだよね。グッパオンとかさ、だが断るとかさ、メメターとかさ、タイゾーモテキングサーガの知識が、どんどん入ってくるんだよな。シューポケができ先生の先生次第のやつかこれ。しかもこれしれっと本人が上げてる、公式で上げてるわ、視聴者に、視聴者に作らせて。公式作詞。俺あれが一番好きなんだよな、あのキノガスタでなんか害悪させられてジョーカーだっけ、あれにブチ切れて切断するやつ一番好きなんだよ。なんだっけ、あ、なんか複数催眠とかされるんだっけ。あ、そうか、ユレイドルか。あ、勇気のせい、あ、ユレイドルで無限に蓄えられるやつか、ね、眠らされて無限に蓄えられて勝ち筋消えるやつか。あ、謝罪シーン、先方猿の子アブソリュート、
でもこのおにぎりのアイコンにしてる視聴者めっちゃ多いよな。そんなことやってたんだ。やっぱ歴史が長いな。これのことか。あ、これ XY か。俺もうやっぱ中ポケ狩り講座で俺ちょっと止まってるんだよな。これでバトレモで止まってる。一回俺大会しちゃったからな。一回。あ、あれあれってあれだよね、魔導士じゃなくて道化師だっけ。さざめけ。確かなんかなんだっけ、曲芸師なんか弾いてミカ見てるみたいになるモコセンいたよな。神神神みみ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 み。なんだそのコード。俺さ、なんだっけ、あのブラック企業のさ、あのコウイっていたじゃん、あの社長の愛人。俺あれクソ性癖だ、クソツボだったのに、俺1話でさ、なんかもうゾンビ化しちゃって、俺かなり泣いたんだよな。おー、いい曲だ。あ、おっぱいが。あ、これお笑い芸人志望のやつだ、相棒。なんかこの人の描く女性、女の子可愛くない？めっちゃツボなんだよな。なんでだろうね、なんかめちゃめちゃ性癖に刺さるんだよな。抜いたのか、まだ抜いてない、いずれ抜くんだろうね。うん、そのオナニーウィルみたいなさ、オナニーワズみたいな。多分ウィルだろうな、まあ、時期にだろうな。大大大大好きなほど大好きなほど大好き、あ、好きだわ。なになになに、え、ちょっと最近田淵に秀和乗り移ってない？なんか最近さ、田淵からその秀和の守護霊が見えるんだよね。検証したのかな。すげえ。生演奏なのこれ、一発撮り。変わってる。ごめん、ちょっと待って、ここ最近で一番好きだこの曲。終わり。もっと聴かせてくれよ。大大大大好きなほど大好きなほど大好きなほど止まらない、わがままなこの気持ち、君は私の。ここ何？ちょっと待って、ここ何？ここ理解できん、ここ意味がわからない。ここなんだ？
なんかね、あのブラックアダーコードから始まってるんだけど、そっからの派生がすごいことになってて、あ、転調した。いや、かなり挑戦だなこれ。ここもわかんない。ここもなんならおかしい。確かになんかすげえダイアログ感がすごいね。ダイアログプラスだっけ、あの田淵と秀和のあのプロデュースしたアイドルユニットなんだけど、ダイアログ味がすごい強いね。あれめっちゃいいよな。このピアノの人すげえ大好き。こういう楽しそうにピアノ弾く人いいよな、やっぱり。いやーすごいな。へえ、トライトーンの人、これが田中秀和がね、作曲した、俺がすげえ好きな曲なの。まずここで、ひょっこりはん出てきて、でんて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 ん。頑張って頑張って、神の時代だ。アニメはこけたんだ。わかんない、俺曲しか知らない。アニメクソ思んなかったんだ知らん、俺曲しか知らないからどうでもええわそんな。真ん中をさらけた、こっからすごいんだよこの曲。いいよなマジで。え、夜遊びも新曲出たんだ。ででんででんでん、うわー、俺これ教育テレビで一番面白かったと思ってんだけど。これわかんない、これアメリカンホームドラマなんだけど、これマジでね、全3チャンネルの中でこれ一番おもろいからマジで。大塚宝珠さんとか、ね、山寺宏一さんとか、声優陣も豪華。DVD 全巻持ってる。そう、マジでね、ボンボボンボボンボン、ニャーン。こんなカラオケみたいな映像だったんだこれ。でん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 、こんなサビ短い曲ないよな。でん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 。イントロこんな長いの。インストロメンタルじゃないのかこれ。テケテケテン、ナンバー。確かにこれなんでこんな流行ったんだろうな。す
全てを逆行してるよね、時代的にも。なんであんな流行ったんだろうな。まあ普通にいい曲だけどさ、しかもこれ2なんだ。1はどれなの。1は1と3もあるのこれ。きた。着替え完了。あ、3まであるんだ。上様殿。こっから知らない。未知のエリア、ここ知らない。1もあるんだ。っていうことは 2が一番有名ってこと。マツケンサンバ、踊ってないじゃん。振り付けもクソもない。リーダー、カニョリーダー、リーダーソンソーサンバ、リーバサンバ、マツケンサンバ。右の一番上見てくれ。てててててててん、オレイ。これはただの神曲だからな。これマジ曲クソ神だよね。マジで DJ オズマクソ可愛いんだよな。だー可愛い。フゥー。味方、侍はどちらで会えますか。味方、ヤマトナデシコ十七変幻、この国に夢があるのです。ねパオ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 ドゥンドゥン、パオ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 。あ、口パク疑惑のやつってあれか、めちゃイケのやつか。クッソなち、なんかあのレポートされるやつだよね。たことで So sorry、 日本語はむずいです。ナイパネ神ありました。パパラにも行きましたが、キューティーパリー男の子でした。かわいい。そう、え、ここ風刺。ここ風刺パート。風刺パートだよな、ここだけだ。リーカーだ、どこから夜は明けてきた。風刺のリーカーだ、妖魔は泣いてやしませんか。この国に誇り、なんでこんな神曲なんだろう。すでパオ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 ポニョパオ。もうこの時期だな、一番俺がなんか曲とか聞いてたの。触んじゃねえよ。
おめえ女かよ。ハーキャン様。でもこれ3年前投稿なんだ。めめしきてめめしきてつらいよ。意外とクソ高いんだよなこの曲。デレ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 。クソ高い。実際歌いたいと思って歌えと全然高くて歌えないんだよなこれ。ハーキャン様。踊りたい。たくさんの瞳の中で君の絵を描けば輝いて手を使って君の世界。ここクソだけんだよ。アンダーグラウンド、ここがニコ生アンダーグラウンド。働け母ちゃん、全然金がない。ラップバード来た。Hey you understand、 ここはニコ生アンダーグラウンド。すごいな、めちゃめちゃ低予算で作られたんだろうな。これかこれも死ぬほど聞いたな。これマキホルのやつだね。最後ゲップして終わるやつやなこれ。マキホルやめて、ごめん。気持ちいい。
ここのリズムすごいよな。あって。俺の風止まんない俺の風。布団ちゃんこれうまいの？うまそう。てて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 。くそ。これだ。未来は僕らの未来は未来はあれ。あれあれいきなりそこ行くの？あ、マジか、ソロだ。はいはい。あ、これそうなんだ。あ、これ原曲の方か。へぇー。そうなんだね。原曲はブルーハーツか。はい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 。歌ってたのはこれだよ。闇バイトって言われてたやつだな。鈴木の観測者みたいな。あいつ俺の闇バイトネタ実はちょっと好きだからな。布団ちゃんもそうだけど、ちょっとニヤニヤしながらなんだかんだ見てんだよな。